お気遣い。私は趣味で写真を撮っています。主に風景ばかりで、休みが取れた時は結構各地を回ってるんですが、その中で宿泊した民宿でした体験です。その日、九州の方に行っていたんですが、天候が悪く、あまりいい写真も撮れず、夕方には民宿に戻っていました。民宿の方はとてもいい人で、もてなしも良くて、大変満足してました。夕食をいただき、部屋でビールを片手に裏庭から広がる景色を眺めていました。夜には天候は良くなっていました。すると後ろから、すっと障子が開く音がして振り向くと、誰もおらず障子が開いていて、お盆に湯飲みが置いてあるだけでした。ノックや声をかけてこなかったのが不思議でしたが、民宿の方の気遣いと思い、湯飲みを手に取ると、お茶ではなく、ただお湯が入っているだけでした。不思議に思いましたが、気にせず湯飲みのお湯を飲み干し、お風呂に入りに行きました。外と中、両方にお風呂があり、どうせなら、と、外のヒノキ風呂で風景を見ながらゆったりしていると、またも後ろから、コトッと何かを置く音がし、振り向くと、またも誰もおらず、お盆に湯飲みが置いてあるだけでした。やはり湯飲みの中身はただのお湯でした。民宿のサービスにしては何か珍しいな、と思っていました。水が自慢とかそんなのは聞いたことなんてないし、腑に落ちない点はありましたが、気遣いは気遣い、郷に入っては郷に従え、と気にせず湯飲みのお湯を飲み干し、お風呂を後にしました。次の日が早かった私は、早くに床に着きました。夜中トイレに目を覚ました私は、寝ぼけ眼をこすりながら障子を開けようとしたとき、足に何か当たり、当たったものが倒れました。湯飲みでした。しかも一つだけではなく、並べられたように、床に10以上は無造作に置かれていました。さすがにこれは普通ではない、と気味が悪くなり、トイレに行くのをやめ、布団にくるまってましたが、何かを置くような音が止むことはありませんでした。朝、明るくなると同時に布団から出て、障子の方を見ると、湯飲みは明らかに数を増していました。朝一で民宿を経営している夫婦に湯飲みの件を問いただしたところ、夫婦はこう話してくれました。夫婦には一人息子がいたらしいのですが、そのお子さんを去年亡くしたらしいのです。少し障害を持っていたらしく、民宿の手伝いをできるような感じではなかったようですが、とても心優しかったお子さんは、手伝いたいと言ってお茶汲みをしていたらしいです。ですが、障害があり、お茶葉を入れ忘れることも多々あり、時々お客様からクレームも来てたようで、それを聞いたお子さんは、親が怒られたと手伝いをやめてしまいました。その後にことは起きたようでした。することなくふらふらして、そのお子さん、裏庭の先の崖から転落してしまったようです。すぐ病院に運ばれましたが、全身を強く打っており、そのまま息を引き取ったようでした。最後に、喋れる状態ではないお子さんが夫婦にこう言っていたと聞きました。ごめんね。僕何もできなくてごめんね。と。夫婦は息子が今も家にいて手伝ってくれてるのかもしれませんね。と語ってくれました。私はお仏壇に向かい、お茶美味しかったよ。ありがとうね。と言い、民宿を後にしました。その後は特に何もなく、
私にとっては生涯でただ一度であろう、シャレにならないほど怖く、また悲しい体験でした。寝息。最近自分の部屋以外の場所で寝ると、必ず、スー、スー、スーって感じで、部屋のどこかで自分以外の寝息がする。明かりをつけて寝ていてもやっぱり聞こえる。音のする方向を見ても何もないので、目に見える何かがいるわけではないのは確か。スマホで写真や動画を撮ってみたが、何も映らない。明かりを消してみても、ずっと音は続いている。暗くして、目を凝らしてみると、何か音の方で暗闇が濃くなっている気もするが、よくわからない。確かめようと思ってずっと見ているうちに、逆に目の方が暗闇に慣れて、その闇が濃いように感じていた場所も、部屋の中がはっきり見えるようになるにつれて、薄くなって見えなくなってしまう。そんな感じでもう、ずっとその寝息みたいなものを気にしてた。最初に気になったのは去年の9月ぐらいで、その後ずっと。で、今に至る。きっとこの1年くらいで出張が多くて、知らない土地の安ホテルで寝ることが多かったので、なんか神経やられてんのかな、みたいに思っていた。ところが先日、初めて自宅でその寝息みたいなのが聞こえた。夜遅くに帰ってきて、コンビニで買ってきたパスタを台所で食ってた。家族は全員寝静まってる。その後目がしょぼしょぼするんで、目薬して両目閉じたまま、台所の椅子でじっとしてた。そしたら、スー、スー、スーと、例の音。おや?と思って、目を開けようと思ったけど、目薬がクール系の刺激の強いやつだったんでなかなか開けられない。かろうじて右目だけ開けて台所の中を見回したけど、案の定誰がいるわけでもない。今まで出先でしたことはあったけど、自宅では初めてだったので、ちょっと焦りながら音のする場所を探してみる。でもホテルの一室とかと違って、一戸建ての家の中なので、なんかいまいちどこから聞こえているのかわからない。一度台所の奥、勝手口の方まで行ってみたけど、どうも違う。台所から出る廊下の方からするような気がして、耳を澄ませながらゆっくり元来た方、テーブルの側を回って廊下に抜ける方に出ようとしてみたが、それもなんか方向が違うみたい。やっぱり台所の中。そう思って、再び入り口から台所の中に体を向ける。すると、その場所からすぐ左手側、冷蔵庫のある足元のあたりから音がするような気がする。冷蔵庫の低い可動音に混じって、スー、スー、スー。ここ?この辺?なんとなく当たりをつけて腰をかがめてみると、スー、フー、スー、フー、スー、フー。音が大きくなったので、ああ、ここだ、と思った。と、こんな感じで大体の場所を突き止めるまでは、以前に起こった時にも成功していたので、次にやることもいつも通り決まっていた。手を伸ばして部屋の明かりを消す。といつもならここで
明かりをつけた場所の暗がりに闇の濃い場所が見える。当然この時も見えたが、何かいつもと違う。左目だけちょっとよく見える。さっきまで目薬で目がしょぼしょぼするので左目だけ閉じていたのだが、明かりを消すときに左手を伸ばしたついでに閉じていた目を開いていた。そのせいで左目だけ暗闇に慣れていたようで、同じ暗闇でもそっち側だけクリアに見えるようだった。ああ、と思って右目を閉じる。と、例の暗がりが少しはっきりした。暗がりの上の方に白い点が二つ。人の白目の部分だとわかった。うっすらとだが、形で黒目が自分の方を向いているのを意識してぎょっとした。そして、うずくまり、無言で目だけを向けているその様子から、直感的に相手が手足を縛られて、口を塞がれているということを感じた。寝息のようなゆっくりとした呼吸音は、鼻からしか呼吸ができず、縛られて身動きの取れない状態にされた人間が、パニックを起こさないように、意識してゆっくりと鼻呼吸しているからなんだ。というのが分かった。時間が経つと、やはり人影はゆっくりかすれて消えていった。なぜその人影が自分のところに現れるのかは未だに分からない。それが縛られ口を塞がれた人影だと分かってから何日か経っているが、その後自宅であの呼吸音を聞いたことはない。でも、来週からまた出張になるので、そうすればまたあれが出てくるだろうと思ってる。その時は、今度は明かりをつけたまま両目を閉じて、よく目を暗闇に慣らしてから明かりを消してみようかと思ってる。飼育小屋。当時小学校低学年だった私は飼育係で、校庭の隅にある小屋には何匹かウサギがいました。掃除当番で小屋に向かうと、乱暴者でいじめっ子の上級生の男の子が小屋の中で何かしているのを目撃しました。私も彼にいじめられたことがあるのでどうすべきか迷っていると、彼は私の視線に気づいたのか、驚いて走り去っていきました。急いで小屋に入ると、薄汚れたウサギがぐったりとしているのを見つけました。ウサギの手に血が滲んでいて、どうやら彼はウサギをいじめていたようでした。応急処置をしようと思ってウサギを抱き上げると、それと目が合いました。私はウサギの顔を見て、危うく悲鳴を上げてウサギを落としそうになりました。ウサギには目が一つしかありませんでした。しかも顔の中央についているそれは人間の目でした。正直怖かったのですが、飼育係として何とかこらえ、小屋に備え付けてある薬箱でウサギの治療をしました。そのウサギを小屋に戻して掃除を始めようとしたとき、私は何か妙な音を聞きました。文字に表すなら、ヒュルル、ヒュールルという感じの口笛のような音です。風の音かと思っていると、その音に混じって、機械音のような高い声が聞こえたんです。事故、事故。と、発音は事故のものでした。
驚いてあたりを見回すと、また声がしました。それは、さっきウサギをいじめていたクラスメートの名前でした。気のせいではないと確信すると、さっきの一つ目のウサギと目が合いました。愕然とする私の前でウサギは、ひょろろ、ひょろろ、つぶれる、つぶれる、腕、腕。と言ったのです。私が思わず、どうしてと聞くと、ウサギは、ひょろ、因果、因果。と答えました。信心深い祖父母によく言い聞かされた因果応報のことかと思い当たりました。実は A は以前、遊び半分でウサギの腕を折ってしまったことがあったのです。親がいわゆるモンスターペアレントで、教師は注意しかできなかったようです。そして、このウサギも腕に怪我をしていることから、彼はまた同じことをしようとしたのでしょう。驚きと恐怖のあまり、私はそこから逃げ出しました。次の日、小屋に行ったのですが、一つ目のウサギの姿はありませんでした。あれは夢だったのだろうか、と思って教室に戻ろうとすると、目の前に A が立ちふさがりました。お前昨日見てただろう。先生にチクったら殺すからな。そんな感じの脅しをされ、私が何も言えずにいると、不意にあのウサギの声がしました。ひょろ、ひょろ、下がれ、下がれ。と。不穏なものを感じて、私がとっさに後ずさると、次の瞬間 A の姿は消えていました。飼育小屋の隣にある補修工事中の倉庫の壁に立てかけてあった鉄筋が A の上に倒れたのです。A は鉄筋の下で腕が潰れた、痛いと何度も叫んでいました。見るとぺしゃんことまでは言いませんが腕が鉄筋の下敷きになって潰れていました。鉄筋が倒れる際の轟音と私の悲鳴を聞きつけた教師たちが A を助け出し、彼は救急車で運ばれていきました。呆然としていると、飼育小屋から視線を感じました。振り向くと、扉には固く鍵をかけたはずだったのに、あの一つ目のウサギが、小屋の前に座っていました。ウサギはあの独特の、という声を出した後、返したぞ、この音返したぞ、と、昨日聞いた機械音のような声とは違う、のぶとい男の声でそう言うと、駆け出して近くの茂みの中に消えていきました。それ以降、そのウサギに会うことはありませんでした。もしあの時ウサギを見捨てて帰っていたら、私も鉄筋に潰されていたのかと思うとゾッとします。